はい、今回マジでいいよ。うん。まあ、もちろん懐かしの選手なんですけど、いい選手だってな気がします。実際見てないですけど。ドニです。すごくない？これさ、レアあったよな、確かな。俺持ってないけど。レアがあったと思うんですよ。もう俺は白を紹介しましたけど。えぐいよね。ディフェンス17。まあ、そこそこやね。これ確かフィジカルすごいね。ほら見て。194センチよ。現代サッカーに必要でしょ。キーパー身長が194とか。この前中村康介が出たけど、中村康介185やからね。ちょっと小さいでしょ。そう、だからセレソンにも選ばれてたと思いますし、セレソンのね、未来を。うん、てか何歳なの？あ、79。結構いてえな。もう、あれか。40半ばぐらいか。そう、結構ね、注目されてたんですけど、この人ね、なんかね、若くして、なんか病気かなんかになったんですよ、確か。そう、セレソンのキャップも10キャップ持ってますね。まあ、ワールドカップとかには選ばれてないと思うんですけど。そうそうそう。で、一番前世がローマかな。ローマでバリバリ活躍してて、で、金がないから、ローマが、リバプールに売却したんですよね。で、リバプール行ったんですけど、多分なんかそこかな。どのタイミングか忘れましたけど、なんか、サッカーを続けられないほどのなんか病気っていうかね、なんか、何の病かな、ちょっと忘れちゃった。なっちゃって。だから現役はだから、ね、早かったですよ、上がんのは。そうでしょ。だから2014年に引退ですから、35歳。まあまあ、今のゴールキーパーの年齢からしたら若いよな、34歳で引退するのは。そうそう、だからね、かわいそうなんですよね。まあ、一応現役では、キャリア通じては一番最多出場がローマという感じで。ね、まあローマもね、こういう素晴らしいキーパー、アリソンもそうですけど、ずっと維持、保持してられないんで。金ないんで、ね、すぐ売却しないといけない。そう、だから、ね、このドニがむちゃくちゃ活躍してたら、ね、アリソンの話ってなかったわけですから、リバプール移籍もね。そう、だからドニがいなくなったからね、アリソンを獲得したわけであって。いや、すごいよ。ね、194はちょっとエグいよね。今頃セルソンでバリバリやったかもしれないんですけど。はい。まあ、引退してから別になんか特にどの子も書かれてないんで、のんびり過ごしてるってことかな。